はいどうもこんにちは、レッツです。ということで今日は昨日上げれなかったシマパト活動動画を上げていこうと思います。最近ね、ショート動画を上げて、ショート動画期間っていうのを勝手にしてたんだけど、みんなショート動画見てくれた？ガチャとかね、ちょっと歌ってみたとか、サンリオの商品とか、あと島村を紹介したりとか、まあ、いつもやってる感じだけど。まあ、いろいろね、ちょっと上げてみてるから、みんなまだショート見てないよっていう人は、ショートみんな見てみてね。そして今日から通常通りの動画を上げていこうと思うんですけど、で、ショートの方も、まあ、週にま、2か3本ぐらい、お昼の12時に更新しようと思ってるので、そちらもね、よかったらみんな見てみてください。ということでね、買ってきた動画はこちら。はい、ということで、いつもながらの白と赤の袋でーす。ということで、本日イコミ買ってきたのはこちら。はい、もう見たことあるかも。ででん、こちらでございます。クレヨンしんちゃんのポーチ。いや、これはね、もう島村さんといえば、まあ大体この形みんな見たことあるじゃん。もう島パトまだしたことないよって人は知らないかもしれないけど、島パト言ってる人は絶対知ってるポーチ。で、これの名前が、ポーチしんちゃんパジャマってやつで、300円の税込み330円でした。はい、お値段もいつも通りでーす。で、これね、今回なんで買ったかっていうと、みんな見てこれ。ここさ、このしんちゃんの寝起きの時のこの状態と、なんかね、ブリブリザイモンの寝起きの状態がね、大きく映ってるのがあったの。で、これさ、めっちゃ可愛いじゃん。めっちゃ可愛いし、このポーチって使ってて思うけど、めちゃめちゃ使いやすいんだよね。で、最近結構普段充電器とか、あとモバイルバッテリーとか入れて歩いてたら、すぐにね、埋まっちゃって、もう一個ぐらい欲しいなと思ってたんだけど、まあ、今日はね、買う予定もなく、ちょっとフラッとキャラクターコーナーに行ったら、目に入って、即買っちゃいました。ここにさ、ブリブリザイモンいるじゃん。俺実は今まで隠してたけど、ブリブリザイモンが一番好きかもしれない。この説あるかもしれない。で、表はね、こんな感じなんだけど、後ろ見て、後ろも、こんな感じで、クレヨンしんちゃんのロゴがあって、めっちゃ可愛い。まあ、で、いつも通り、この表面はね、レザー調になってて、これ開けたら、中はというと、はい、いつも通りになってまーす。はい、そしてお次、2個目。2個目に買ったのは、今回はちょっと、シマパトで初なんじゃないかな、このジャンル。ってことで買ったのは、こちら、ドゥドゥドゥ。ミッフィーちゃんのヘアブラシ買いました。え、見てこれめっちゃ可愛くない？いや今ね、ちょうどブラシ使ってるんだけど、今使ってるのがね、このめちゃめちゃ細いコーム。そしてちょっとみんなには見せれないぐらいに、ここちょっとモザイク入れようか。めちゃめちゃ細いブラシ使ってます。もうこれブラシっていうか、コームだよね。でもこれ逆毛も立てれるからいいなって思ってたんだけど、ちょっとこれね、今引退しつつあるから、これ買いました。え、みんな逆毛立てたりする？持続力全然違うからこれ。まだこれ使ってないけど。で、今回のこのミッフィーちゃんの口の名前が、ミッフィーダ。イカットヘア部。あ、違う。ミッフィー大カットヘア部だ。で、これがお値段890円の税込み979円でございました。で、これね、ちょっと今日アベイルさんも行ったんだよね。アベイルさん行ったら、入り口にね、同じのいた。だから欲しかったらね、きっとアベイルさんでも売ってると思う。ただ先に、開けていこう。見てこれ。めっちゃなんか、高級品っぽくない？高級品っていう言い方な。いや、これめっちゃ可愛い。とにかくちょっと開けていきましょう。これ開けようと思ったらさ、よくここセロハンテープで付いてるパターンあるよね。これ開きにくいんだ。いや、開けましょう。じゃあこっちね、開けたから早速開けていきましょう。やっぱり開きにくいんだ。開けた。ということでこちら開けていきましょう。え、ちょっと待って。これさ、やばくない？なんか、カプセルホテルから出てきたミッフィーちゃん？で、出してみるとこんな感じ。で、出すと、うわ！見て！めちゃめちゃ可愛い！っていうか、顔はツヤツヤなのに、服だけがなぜか、マット仕様。え、これ見て、めっちゃ可愛くない？もうマジで、ここだけ隠したら、本当にミッフィーちゃんのみだよ。これを持ち手見せると、ほら、ちゃんとこんな感じになってて、ここにね、ミッフィーちゃんって書いてある。ミッフィーちゃんとは書いてある。ミッフィーって書いてある。で、これね、持った時に結構重量感あって、もっとさ、なんか軽いのかな？ちょっと安い感じなのかなと思ったら、すごいね、これ。なんかこんな見た目だけど、高見えポイント。で、これ表こんな感じで、裏はね、ほら、こんな感じになってて、こっちだけ見たらさ、普通に本当にちゃんとした櫛だよね。ブラシ。で、こういうタイプってさ、これがさ、押したら凹むタイプと凹まないタイプあるじゃん。俺は絶対凹んだ方がいいの。ちょっと待って、凹むかな？てか、横から見たらこれ、えのきやん。ってことで、押してみましょう。あ、見て。ほら、汚染タイプだ、ほら。ってことは、これ見た目もいいし、絶対使い勝手もいいし、なんか、高級感持ってすごいよね。あ、ちょっと待って、頭に当てた感じが、すごいソフティ。めっちゃソフティ、柔らかい。あ、え、ちょっと待って、全然痛くないんだけど。え、全然痛くない。ちょっと待って。
全然全部がソフティ、持つとこだけハーディ。こんな言葉は誰も使いません。え、これめっちゃいいぞ。これはマジでいい。ごめん、もう一言でめっちゃいいです。そしてお次、ラストに行く前にすごい気になったことがあるの。よくさ、島村さんのレジのとこってお菓子置いてるじゃん。俺が大体いつも買うのはカムカムレモン。まあ、カムカムレモンよく買うんだけど、いつも気になるんだよね。まあ、世の中にはどっち派もいると思う。だけど、みんな俺の動画を見てくれてるみんなはどっちが好きなのかなって思ってるんだけど、みんなはこのタケノコの里とキノコの山、どっちが好き？俺はちなみにタケノコの里派なので、タケノコの里を買いました。はい、みんなどっちかコメントで教えてください。とにかく今はどっち派か教えて。ということで、今度こそ最後でございます。最後はもうインフルエンサーさんのバッグです。てててててー、こちらでございます。これ、今回のめっちゃ高めでおしゃれじゃない？これほら、すごいおしゃれで、今回のこのバッグの名前がMU かがりすくエアプラスコイン C でございます。で、お値段が1290円の税込み1410円でした。で、これね、俺が買いに行った時には他にエメラルドグリーンみたいな色と、ちょっとなんかストロベリーピンクみたいな色と、あとはベージュと、あとブラックと、この茶色があったんですけど、まあ、今回はね、この茶色が一番、まあ、いろんな服にも合わせやすいと思うし、あとはこれからの時期ってさ、結構赤の服とか黒とか増えてくるし、まあ、それだとね、まあ、なんか締め色みたいな感じでこの色がいいんじゃないかなと思って買いました。で、このバッグなんだけど、まず表がねこんな感じで、裏側がねこんな感じになってます。まあ、見た感じこのかがり刺繍がさ、今の流行を取り入れてるっていう感じだよね。で、ストラップはね外してみました。外すとねこんな感じ、なんか結構コンパクトで、本当になんか可愛いハンドバッグっていう印象だよね、これ。で、これなんか持ちやすいなと思ったら、この持ち手がさ、ほらここ金具こんな感じでついてて、これほらパタッと倒せて、ほら見て、机の上とかでもね置いてすごい使いやすいようになってる。で、これ上見てみたら、ほらダブルジッパーになってて、このゴールドのチャームとジッパーがさ、すごい高見え感いいよね。やっぱ冬って言えばさ、シルバーの金具よりも絶対ゴールドのメタルパーツの方がねおしゃれだと思うんだよね。まあ、クリスマスとかも近いし。で、こっちの裏側には特に何もない感じなんだけど、表の方にはね、ほらこんな感じでフロントポケットついてて、ここさ見て、ここんとこ、ここにね、ほらマグネットボタンついてるんだよね。これめっちゃ便利じゃない？まあ、バッグといえばよくスマホとか試すんだけど、バッグスマホ入らないとまず話にならないじゃん。だからね、スマホを入れます。ってことで、いつも通りの iPhone XR、これケースに、ね、入ってない状態。なんかケースに入ってなくてちょうどな感じが、ほら、しない？ケースに入れたらなんかちょっと入らなそうだから、ちょっとこれでやってみる。ってことで、入れてみます。じゃあ iPhone XR 横にして、投入。あ、入った、入ったけど、見て。iPhone XR をケースに入れなくてちょうどいいっていう感じ。まあ、最近は SE シリーズとかも出てるし、結構ね、コンパクトなものを入れるには全然ケース入っててもいいと思うんだけど、ちょっと大きめとかだと、ケース入れずに入れてちょうどって感じだから、大きめのスマホを使ってる人は、ここはね、ちょっと違うものを入れた方がいいかもしれません。じゃあね、メインポケット開けていきましょう。の前に、今ちょっとさ、机の上に置いたらすごい安定感あるんだよね。え、ちょっと待って。ちょっと置いてみるね。置いてみて、ほら、めちゃめちゃ何も入ってないのに自立するじゃん。しかもすごいね、安定感がやばい。ほら、多分これ、そこ見たらさ、いた、ほら。鋲がね、4つついてて、結構しっかりした鋲がついてる。これは絶対、ありよりのありだよね。ってことで、早速開けていきましょう。はい、一応スムーズの時間やります。絶対スムーズです。オープン。はい、スムーズです。からの、はい、スムーズです。ってことで中見ていきましょう。じゃあ、早速中、オープン。でれれれれーん。おー、結構広い。と思ったら何かが入っているぞ。あ、出てきた。見てこれ、ほら。ブラウニーチョコサンドみたいなやつ。まあ、ただね、ちょっと思ったのが、島村さんには珍しく、ちょっと匂いがきつめかもしれません。まあ、だからちょっと使う時に開けておいたりとか、干したりして使った方がいいかもしれません。珍しいっていうか初かもしれない。まあ、個体差にもよると思うし、こういう匂いがするのって、新品っていう証拠だから、俺はいいと思います。で、中を開けてみるとこんな感じでーす。見て、ここさ、内ポケットがあるんだけど、この内ポケットのこのロゴがすごいオシャレだよね。なんかレザー調なんだけど、一瞬なんかちょっと木のプレートみたいな感じで俺は好き。で、大きなポケットがここにあって、反対側にはね、もう一個こんな感じで内ポケットついてます。まあ、どっちもね、iPhone XR を縦に入れても普通に入るし、反対側もね、同じサイズだからちゃんとしっかり入ります。じゃあね、早速この中に物を入れていってみようと思います。これはいつも使ってるアドマイザーです。ということで完成しました。中はね、何だかというとこちらってね、中はこんな感じです。
まあ、ここにね、除菌ティッシュと三つ折り財布、あとはポーチ2個と、こっちの内ポケットにアドバイザーをこちら2本入れました。反対側ね、ちょっと余裕置いといて、あとはエコバッグとか入れたらちょうどいいのかなって思います。予想よりは結構中に物も入るし、お財布とか、あとポーチとかもしっかり入るから、すごいね、普段使いはすごいしやすいと思います。ただ、このね、長財布は外から見てもほら、わかるように、このね、長財布の方が長さが長いから、長財布派の人にはね、ちょっとこれ、お財布とかは入らないので、お財布を変えた方がいいと思います。まあ、ちょっとしたお出かけには最適だと思う。で、ストラップをつけてみると、ほら、こんな感じです。めっちゃ可愛くない？あ、ちょっと待って、まだ、これがあった。ってことでね、このコインケース見てみましょう。ちゃんとね、ケースも袋に入ってるのがいいとこだよね。で、開けるとトゥルルー、こんな感じでーす。で、チャームはね、こんな感じで、ボディに対してちょっと大きめになってて、手袋つけててもすぐ使えるやつ。で、上は、ほら、あ、オスタイプだ。オスタイプの金具がついてて、なんかキーリングみたいになってる。で、これも全部レザー調。ってことでね、開けていきましょう。オープン。はい、スムーズでーす。で、開けてみると何か白いもの見えると思ったら、スポンジ。ということで、オープン！デリリリリー！はい、こんな感じでーす。あ、これはね、結構予想通りだったかもしれないけど、普通に予想通りいい。まあ、中はね、黒くなってて、まあ、普通に小銭入れるぐらいだったら、まあ、これぐらいでいいよね。で、どうやら、ここにつけるみたいだからつけてみたんだけど、どう？めっちゃ可愛くない？なんかマカロンついてるみたいで俺は可愛いかなって思いました。ピンカロンが気になる最近。はい、というわけで、毎週恒例の週末の島バト活動報告で、ございました。島丸さんに言ったらね、なんか26日からブラックフライデーがなんか始まるらしくて、もうね、どんなのが広告に入ってくるんだろうなって今からめっちゃ楽しみだし、もしね、動画を見ていてこんなの紹介してほしいなとか思ったら、インスタでもね、リクエストの受付してるので、全部はね、できないけど、できるものを紹介しようと思うので、そちらにね、送ってもらうか、コメント欄にいてね、お待ちしてまーす。できなかった場合はご了承ください。でも、言ってくれないと、みんなのスマブタ活動報告も待ってます。タケノコの里かキノコの山も待ってます。こちらの動画が良いと思ってくれた方、高評価とグッドボタン、チャンネル登録をぜひとも皆様よろしくお願いします。他にも Twitter、Instagram、公式 LINE、LINE LIVE、そして TikTok も始めました。よかったら追加とフォローもよろしくお願いします。マジで待ってます。それではまた皆様、明日お会いいたしましょう。いつも動画を見てくれてありがとう。またね、バイバイ。僕はそこで見てるけど、どこにも行ったりしない。